アルコ PA。アルコ PA は、車軸配置 A1AA1A の旅客用電気式ディーゼル機関車である。車体はアメリカンロコモティブ、アルコ、電装品は、ゼネラルエレクトリックが担当し、1946年から1953年にかけて、シリーズ合計で297両が、ニューヨーク州スケネクタディにて製造された。外見は、同時期に製造された。 アルコ FA とほぼ同様のキャブユニットと呼ばれる箱型車体であり、変運転台の A ユニットと運転台のない B ユニットがある。デザインは GE の例パテンによる。正式なバリエーションは2つあり、出力2000馬力の PA-1、PB-1、同2250馬力の PA-2、PB-2 に分けられる。 メーカーによる正式名称ではない属称として PA-2、PA PB-2 のエンジンを2400馬力のものに換装したものを PA-3、PA PB-3 と呼ぶことがある。PA-3、PB-3 は内的にはターボチャージャーを水冷化するなど、原動機周辺に手を加え、外観では運転室側窓にアイブローと呼ばれた飾り帯がないことと、 ラジエーターシャッター後部に幻想があることが特徴である。後期に製造された PA- には水冷ターボチャージャーを装備しているが特に独立した形式とはなっていない。代わりに従来形式をメンテナンスする時等に同様の装備になるように改造している。本シリーズのバリエーションは以下の通りである。FA シリーズを PA シリーズとに特徴づけるのは長く 直線的な前頭部に長方形のフィルターを備え、その中にヘッドライトを収めたスタイルである。スリット形状のグリル、運転席、側窓から流線型に、ブへとカーブした飾り帯も特徴的である。PA シリーズも含め、デザインとしては、フェアバンクスモースのエリービルトの強い影響下にある。エリービルトは、アルコのパートナーでもある GE が製造したもので、前述の通り、 FA のデザインはその GE のデザイナーであるレーパテンによる。そのため多くの人がエリービルドのデザインから直線を強調し、より力強い外観にしたものが FA シリーズのデザインとなったと信じている。本シリーズが搭載している244型ディーゼルエンジンは信頼性に欠け、FA と PA で g m エンドが石鹸しているディーゼル、機関車市場に割り込むことができなかった。 g e との協業が終了したのも、エンジンの信頼性の低さが原因であった。アッチソンとピカサンタフェ鉄道に収めた産量は1954年8月に、エンド567系エンジンに換装され、出力は1750馬力となった。PA-2PB-2 で採用された、新型の251型エンジンは大きく、進化しており、 信頼性も向上したが、時すでに遅く、アルコが失ったシェアを奪い返すまでには至らなかった。251型エンジンが広く使用されるようになった頃、GE は自社で開発した U25 バイトでディーゼル機関車市場に乗り込んでいた。GE は機関車メーカーとしてアルコにとって変わり、アルコは1969年に市場から撤退することになった。 PA シリーズの第1号は、アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道の51号として収められた。この車両は、同時に、アルコの製造番号75000番の機関車でも、あった。PA-1 は、アメリカンフリーダムトレインを牽引した。この車両は、アルコの所有で、ロードナンバーは、アメリカ建国の都市である1776とした。側面には、 アメリカの国庁である和紙のエンブレムが付けられている。製造は前日の厚布51号より11ヶ月、遅いが、製造番号は74,696である。これは、PA シリーズの第1号に、霧の良い番号を付与した結果である。PA- には、1,600mm 機関である、ブラジルのサンパウロ州のコンパニアパウリスタで、エストレイデス・デフェロに収められたものがある。 特徴として、カウキャッチャーを備えている。6両の PA が保存されている。16号から19号の4両は、デラウェアハドソン鉄道にて運行されていたもので、ある。1974年から1975年に、かけ、この4両は、モリソンヌード線によりリビルドされ、2400馬機の251型エンジンに、換装された。このリビルドにより、 モリソン・ヌード船により PA-4 と命名された。後にメキシコの鉄道運行会社に譲渡された。16.18号はアメリカ国内にある。16号はメキシコにおいて脱線により大きな損傷を受けたが、外観は綺麗に修復され、スミソニアン博物館で保存されるために厚布のウォーボンネットカラーとそうされた。18号は ドイル・マコーマックの所有となり、ニッケルプレート鉄道190号として、レストア中である。18号には、BC レールのモントリオールロコモティブワークスの M420 型から取り外した、MLW251 型エンジンが、搭載されている。17.19号は、メキシコのプエブラ博物館にある。17号は、SP の旧塗装である、デイライトカラーに塗られている。 残る2両は、全項のブラジルに輸出された3両中の2両である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。